あらあらあら、どこのネズミかと思ったら、とんだ泥棒猫じゃないの。これはいいサンプルになりそうね。確かグリムキャッツだったかしら。使徒の解決宿もといる理由は知らないけど、そのハレンチな衣装品向いて明日の朝刊に載せてあげましょうか。ゾウゾウ、何なのあいつ。どうやらここの責任者みてえだが。ゼクトアームズ社開発主任のロザリーよ。会うのは初めてね。クソ解決屋の皆さん、何度かうちの仕込みを邪魔してくれたようだけど、こうして訪ねてきてくれて嬉しいわ。そいつはどうも。なかなか楽しい会社見学だったぜ。数々の違法行為、倫理的問題点についてはしっかり記録させていただきました。報いはきっちり受けさせてあげる。覚悟しなさい。どうやらうちのルールを叩き込んでやる必要がありそうね。ゼクトアームズ社則第4項、ロザリー様の研究に身も心も魂も捧げるべし。とりあえず実験台よろしくね。今度売り出す新型兵器なの。ってどんだけパワハラなのよ。お前も突っ込んでんじゃねえ。ひとまずここをしのぐぞ。こんな人たちに負けられない。行くよフィオ、ゼロス。実戦テスト開始。社名により排除する。ブーストチャンス消えろよ。そらよ、行くわよ。ミッション開始といきましょう。覚悟はいい。酔いしれなさい、グリムナイトワルツ。開発主任サンスター、練習実験隊にしてやる。お世話せで行くわよ。ガンガン行くぞ。実験隊にしてやる。行け、カプリ。ここだよ、お願い。お世話せで行くわよ。強い。こちらの番だ。どんどん行こう。呪いぜ。出番だ、ジュリス。いつでも行けるわ。援護するぜ。トワイライトキス。チャンスだ。行くよ、ゼロス。ランスモード起動。ディガンマドライバー。ブーストゲージ限界突破だ。まだまだ上を目指すわよ。こんなことが。
計算ではこちらが圧倒的に優位なはず。戦力評価のミス？いえ、このクズどもが私の武器を使いこなせていれば。人を人とも思わないあなたに負けるつもりはないだけさ。そういうことだ。あんたに人を使う資格はねえよ。さあ、観念なさい。なんて、おめでたい連中ね。二重の備えくらいあるっつーの。何？開発中の毒ガス。解毒剤が一人分しかないのが残念だけど。なんと、このボタン一つで地下フロアに充満しちゃうのよね。じゃあね、クソったれな皆さん、地獄の苦しみにのたうち回ってちょうだいな。なんとかフィオに。ううん、私の加速で。途中のラボにあった